やるか。やっていこう。さあやっていこう。シェンムー実況パート51かな。51かな。51。やっていきます。進まんなー、やっぱり。そうですか。さあ、バイトが始まりました。仕事に戻るか。すごいプレイ時間だよな、実際問題。パート50までやっててさ、パート50までやってて、それでもってのその一つが20分ぐらいだろ。 20×50 で1000分ぐらい1000分ぐらいやってるぜ、シェンムーを。もう1000分ぐらい。18番走行。1000÷60 して、100÷6 して、まあ100÷6 して1でやって、16時間ぐらいか。 16×6 って616636か。16時間ぐらいもシェンムーやってんだぜ。16時間、プレイ時間16時間、なんていうボリュームでしょうか。まあこれだけ、なんだろうな、あの時間を潰すだけのことができる娯楽と考えたら、ものすごいコストパフォーマンスいいよね。16時間やってもまだなんかこう、あの終わりが見えないっていうのがいいことなのかどうなのかわからんけども、娯楽としては一つのね、一幕ものの映画と考えたら、映画みたいなもんだと考えたら、まあコストパフォーマンスいいよな。ゲームもあながちって感じですね。あながち悪くねえなって。ただまあ実際問題、そんなにこうなんかこれ一人でやってるしさ、映画とかだったらさ、まあみんなで見たりとかできるし、話題にもなったりするんだろうけど、これはまあそういうもんじゃないよな。ただ今そのシェンムーについて語れって言われたら、割と俺は今語れる。日本の中でも屈指のシェンムー語りができるな。おっと、あれ村上じゃね。あれ、ちょっと待って、ここだっけ。ここだ。シェンムー語りができる。シェンムーマイスター検定があったら3級ぐらい、今まあ、あの勉強せずにきっと取れるはず。シェンムーマイスター検定3級の実力者です。いつでもシェンムーのことをお語りいたしましょう。もうさ、今日のノルマきついんだって。どうしたゴロっていうか、目の前人いる、怪しそうな人影が。いきなりあの店員が、罠だぞ。ここまでおいで。明らか罠だぞ。陽気な外人さんたちがいらっしゃる。こんな昼日ながら鬼ごっこをしようなんざ。聞いたか。引っかかったね。引っかかったね。なあ、もうこの人たちはマッドエンジェルとは関係ないのか。関係あるのか。来やがったな。お前ら何を企んで。知らねえな。どこ。うわ。戦わんのか。あ、間違えた。Hey boy。うぼ。一個間違えたら終わりですか。いやー難しいな。知らねえな。ボムスティック。ボムスティック。混乱した今一瞬、なんかバババッと出て。お前ら何を企んで。知らねえ。無理。
まだ。おお、いろいろパターンあるな。最後の人強い。お、重ね当て。あれが実戦での使い方。こう左手をこう引いて右手をこう当ててドンと使ってみたいね。使う場面ないね。現実で使う場面ないね。お前らよくもゴロ。よくもゴロ。息になるダメね。息になるダメね。なんだと。なんだと。気をつけるね。今度は You だけじゃ済まないよ。何？ You の family や friend がどうなっても知らないね。貴様。でも実際そういうことよな。一対他の戦いを選ぶ、一対他の戦いを選択するというのはつまりそういうことだよな。周りの人を巻き込んでしまう。おいおい、何の何のあれもなくまたコンテナを運ぶ作業が。今回ブルマ、ちょっともう港でランニングするのやめて。港ランナーたちも邪魔してる。8いけるか。いけるとは思うけどさ、ちょっとプレイがおぼつかないな。尺は取れた。さっきのあの割り込みの戦闘のおかげで尺は確保した。尺っつうか何つうか、この回における盛り上がり点は作ったからもういいやってなってる。どうせもうこの後何もないんだろうしばらくっていう、そういう達観もある。シェムばかり取ってるって思っちゃう。終わんのかな。パート60ぐらいで型がつくのかな。この方がいいよね。いやーでも怖い怖い、これなんかスピード感があって怖いな。荷物があるから前見えないからと思ってこれにしたいけど、いやー見えてない。実はあんまりよく見えてない。よし、酔いそう。見てる人酔うんじゃないかこれ。見てる人酔うんじゃないかこれ。俺もなんか酔ってるもんな。視界は良くなったけど視野が狭いな。視野が狭いんですか。視野角が狭い。いやあと1個はいけるけど今日の稼ぎ少ないわ。4500円ぐらい止まりになりそうだな。10個ぐらいしかいけない。原崎とかさ、まあ、イエさんはまあ人質に会うことはありそうな気がするけど原崎とか人質に取られたらもう怒り骨髄だろうね。怒り骨髄っていうか脊髄、怒り浸透、怒髪天音とつく勢いで起こるだろう。このバンクーバーに行こうと思って話してくれて捕まえて人質にする。そうなると逆にあれだな、二人の仲は進展するよな。マッドエンジェルさんありがとうってな感じになるよな。そこで助ける。原崎もあのまんざらでもなく人質になりそう。まんざらでもなく人質になる、うん、そう、その表現多分間違ってないと思うから。捕まってるけどまあまあどうせ助けてくれるし的な、そんなに怖くないみたいな感じ。どうせこの人たちそこまで悪さはしないでしょうみたいな感じで、おびき寄せるためだけの餌として。悪くないと思います、マッドエンジェルさん。そういうストーリー展開ありだと思います。
葉月ばかりが怒りの沸点が上がる。沸点が上がったらなかなか沸騰しなくなるわ。怒りの沸点が上がる。葉月ばかりが怒りの沸点が上がる。なんかもしも俺がライトノベル書くんだったら怒りの沸点が上がるっていう表現を使いたいな。そして読者からツッコミを受ける。まあライトノベルなんてそんなに読まんけどな。一時ライトノベルブームみたいなのが今もあんのかな。どういうあれかよくわからんが、ライトノベル読むのが好きな人はいますね。俺は漫画の方がいいな。漫画の方がなんかその物語だけでっていうのってなんかまあそれしかできない人だったらそれでいいんだけど、ライトノベルっていうのになんか逃げてる気がする。なら小説でいいじゃんっていう、そこまで読者をなんか低く見積もっていかなくてもいいんじゃないかな。自分はライトノベル書いてますじゃなくて、ちゃんとこう小説として本にしていけばいいんじゃないかなって気がするよね。それだけ面白いストーリーを書けるんだったら別にアニメしたキャラクターを動かさなくてもいいじゃないかと思うけど、漫画はそうはいかんけどな。漫画は、まあ、漫画は漫画としてそんな重厚なみたいな、もともとそんな重厚な漫画ってのないから、ね、それはその文化として、ね、アニメしたキャラクターってなんて言うんだろう、まあキャラクタリスティックなキャラクターって言うかな。で動かすのは普通だけどさ、なんかライトノベルのキャラクターってつまりアニメのキャラクターが動いてるっていうことだろ、イメージとしてはさ。そうじゃなくて別に普通の人物を動かしていけばいいんじゃないでしょうかね、気はしますがね。小説とライトノベルの違いはやっぱり動かす人、人物像がアニメのキャラクターを動かしてるか、現実にいる人たちを動かしてるかっていう、そういう違いかなと勝手に思ってるっていうか今話しながらそうなのかなと思いついただけなんだ。どうなんでしょうね。おっとでもその肉付けというかさ、漫画のキャラクターはもう初めからも見えてる、そのどうしてもイラストじゃん、動いてるものはさ、もうそのどうしようもなくイラストであって、まあ、そのイラストの部分を人間で表現しようというのがまあ実写版とかになるわけだけど、ライトノベルとかその小説だったら別にさ、肉付けするキャラクター、動かすキャラクターは別にね、なんかそれは別に普通の人でいいんじゃないかなって気はしますがね。それじゃ面白くないって思っちゃうのかな。だから最終形が映画ドラマになるか、最終形が、いやでもそんな関係ないか。アニメ原作とか漫画原作でも、実写版とかにはね、それこそ鋼の錬金術師だとか銀玉とか流浪に剣心とかね、わけも分からず実写版とかありますが、もしかして5時までだっけ、これで終わりっけ。あ、終わりだ。やっぱりあんま運べんかったな。今日も終わりか。12個ぐらいか。ノルマは達成したけど、 12×450 で540円ぐらいかな。 12×450 の計算ができん。5×9×4×3、20×9、違うな、12×450。今日のバイト代だ。計算が。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき500円だ。イエーイ。ありがとうございます。450×10 で4500足す900だから。はい。お疲れ様でした。540かな。いやー上がったねー、1個500円上がったねー。ほろ、りょう、 got some tips。
かってやつ。変な情報ゲットしたよ。変な情報。変な情報。やつらがひそひそ話してた。流殺が近づいてるって。流殺。流殺？多分マッドエンジェルズの取引のことだ。やつら妙にピリピリしてるからな。流殺。取引はいつなの？取引はっていうのは、取引の話はマークにしたか。そんな情報得られんですよ。マーク、リョウ、ビッグニュースだ。え？え？トニーとスミスがもうすぐ流殺だと話していた。本当か、マーク。それでいつなんだ？多分数日後だ。数日後。分かった。Be careful, リョウ。Be careful。マークもな。No problem。俺よりもお前のことが心配だよ。本当だよ。即マークに話しかけた情報が。簡単にやつあいつらに直接聞く。そうかもしれない。分かってる。リョウ。トニーとスミスってあれか？マーク。あのリョウ。いつも喧嘩吹っかけてくるあの二人組の外国人か。白人のやつと。どっちがトニーでどっちがスミスかわからん。一応トムに話しかけて、もう帰ろ。このパートでこの日終わらにしよう。夜パートいらんでしょ。はい、おそらく情報らしい情報も聞き出せない。流殺って流殺？流殺？マッドエンジェルスの奴らは取引のことをそう呼んでる。流殺がいつ行われるか知りたいんだ。知らんだろう。Sorry、トム知らないね。違法、トム何も知らない。流殺？ Sorry、わかった。役立たねえなあ、こいつ本当に。役立たねえ。まだこっちのハニーさんの方がなんか情報くれた気がするぞ。ハニーさん、どう？何？すいません。何の広がりもなかった。さて帰るか。今日はもう帰りますか。流殺について。あのちょっとか構わ。はい。ゴロ。ゴロ。兄貴。今いいか。すみません。そうか。すみません。釣れない。帰ろ。お帰りになろう。日が暮れる前に帰っていく。もう少し。なんでだよ。この辺で話を聞いてみるか。なんでだよ、6時もより先に帰っちゃいかんのか。6時ってか日が暮れるより先に帰っちゃいかんのか。もうないよ、何の情報も。この今港には何もないよ。何もないよ。帰ろ。日坂さんに話しかけるか、とりあえず。それ以外にも有力な話しかけられる相手がいないぞ。あのいらっしゃい。店。そうですか。じゃあ。え。はい。すいません。ん？取引のこと。それってレ。ええ、そうで。そうですか。さっき怪しい連中を見たけど。本当ですか。どこで。ああ。そうですか。ほ？話しかけたら。話しかけたらなんかあるんだな。意外。全然その普段あまり接点のな今の人は誰だけどな。あの忘れた、名前忘れた。名前忘れたけど、あのバイトの仲間の人だったと思う。食堂あたりに行けば誰かいる？ここら辺？食堂だけど。いないけど誰も。いないけど。ないよね。もう20分くるから ここで切ります。強制的にバツンと切ります。ほなまた次のパート51かな、パート51でお会いしましょう。